はい、こんにちは。佐藤カメラのオールドエンド大好き YouTuber、サッピーミシェです。よろしくお願いします。あとカメラマンは、はい、中野人たっくんです。よろしくお願いします。お願いします。佐藤カメラの方では、ただいま中古のカメラの買い取りをですね、強化してやらせていただいております。なるほど。最近だとすごく多いのが、あんまり正直興味なかったりとか、ただ自分ではなかなか使えないんだよとか、あとは中には備品整理だったりとかっていうのもすごくご依頼が多いんですけど、お店の方でですね、どんなものを買い取りさせてもらってるかっていうのが、なかなかね、今だと見なくなって二眼レフ、珍しいですね。おしゃれですよこれね。こういうのもね、未だにまだまだ価値があります。あとはフィルムカメラのね、この金属でできてるやっぱボディですよ。こういうのは未だにね、やっぱ今貴重になってますから、よくね、映画なんかでも使われるような高価なカメラのね、やつ多いですから、ここはね、チャットなんかすごいいいやつ、こういうのもバンバン買い取りさせてもらってますから、あとは今流行りでいくミラーレスですね。いろんなメーカーありますけどね、特に今ニコン、ソニー、オリンパス、富士フィルムとかね、そこら辺なんかすごく買い取り強化しておりますので、こういうのも多いです。あとはもともと出ていましたデジタル一眼レフですね。このタイプでやっぱり持ってる方がかなり多いんじゃないかなと思うんですけど、こちらからで今最近ミラーレスの方に移っていくって方もかなり多くはなってますので、ただね、実際自分のカメラってどんなもんかなっていうのは多分分かんない方もね、多いと思いますから、一度ちょっとご連絡をいただいて、あと買い取りの手順ですね、一応方法があるのはですね、お近くの方は佐藤カメラにカメラをそのまま持参してください、としましたらば、一度まあお店の方でお預かりして、お時間あればその場で査定もできますし、ちょっとね、数もあったりかなり年代物の場合は査定の方をね、しっかり取らせていただきたいので、三平さんのところに便が来ますので回ってきます。なのでしっかりと見させてもらいます。それか自宅の方からですね、お店の方まで持っていくのがちょっとなかなか足もなくていけないよという方には、三平さんが車を出してね、自宅まで出張帰っていたします。そうすると行きますので、数がそこまで極端に多くなければその場で査定を出すことができます。かなり大量にあった時は一度お預かりしてから後から査定をっていう形もできますので、紹介というのができます。あとはお問い合わせの部分としては電話の方ですることがまずできますので、電話の場合はフリーダイヤルの 0120-539-920 の電話番号にかけていただければ、お電話でお問い合わせができるようになっております。あと電話でご連絡じゃなく LINE の方のが普段から使ってるよって場合には、下の方にですね、 LINE のご登録できるようにページ貼ってありますので、 LINE の方で友達申請していただいてから買い取り依頼がありますとか、こう簡単にメッセージ入れていただければ、実は LINE の場合だと査定の方もですね、写真撮っていただいて、自分のカメラをね、これなんですけどって入れていただければ、これぐらいですよっていうのも概算でお値段も出せますので、写真を送るだけ、そうです、写真撮ったら送るだけっていうね、それをこちらの方に送っていただければ金額の方がある程度概算が出せるようになっております。その後は郵送でね、送ってもらえばこちらに物が届いてから正確な値段をお出しすることができます。お客様まで悩んでるものがありましたらば、ぜひね、次の新しいもの買い替えみたいな形でも大丈夫ですし、ずっと眠ってたままだからちょっとどうしようかなっていうね、物もなんかいいものなのか悪いものなのかとかね、全然分かんない方もたくさんいると思いますから、そういう風な小さなお悩みでも結構ですので、悩んだ方はぜひ買い取りの方よろしくお願いします。お問い合わせの方は下の方からですね、いただければと思いますので、皆さんからのカメラの買い取り品、次の方にね、大事にまたつなぎますので、たくさんお預かりできればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。